そんな街中じゃないですからね。これはどこの子だとみんなが噂してるっていうのを耳に入ってね。スカート履いてハイヒール履いて女装に対してはそれでこっから都内まで電車に乗って行き来して、まさかうちの子にこんなオカマみたいのがね、もう世間に対してみっともないって気持ちあったよね。もう編集者バカだなって思ったわけですよね。なんでこれこういうの作ってて、そのあなたバカですね、どうやってこんなの、なんでこんなの作っちゃってんのっていう、それだけでいいわけですよ。作れよ、もうやっぱ作るしかない。進まないとダメだもん。やって苦しいけど。